はい、皆さんこんにちは。私ペペリアと申します。よろしくお願いいたします。今回はですね、神奈川県横須賀市にある金魚屋さんですね、金魚屋喜一さんにお邪魔いたしました。喜一さんはですね、日本古来の国産の金魚から最新トレンドの輸入金魚までですね、幅広く魚を取り揃えているということでございますので、どんな金魚がいるかとても楽しみです。それでは早速いきましょう。ということで、金魚屋喜一さん、特徴としてはですね、先ほども申しましたが、国産の金魚から輸入金魚まで幅広くですねご紹介しているということと、金魚と同じぐらいですね錦鯉もしっかりとご紹介しているというお店でございます。あとはですね、ほぼ毎日ぐらいかな、あのお昼にインスタライブをやってらっしゃいますね。金魚屋喜一ライブです。ママさんの声とですねご主人のご出演ということで、非常にですねライブから仲の良さが伝わってきますけれども、そんな喜一さんですね、ご説明はご主人からいただきましたので、早速見ていきたいと思います。それでは行きましょう。まずじゃあこちらからご案内いただいてもよろしいでしょうか。はい、こちらがちょっとカズランさんが作られた銀鱗炭焼きですね。特徴的なのは火の濃さなんですが、また朱色っていう色のところもまた別の金魚と違う、ちょっと茶色がかったような深い朱色、はい、または赤って言っていいのか、かっこいいですね。非常に珍しいなと思います。結構人気ありそうですね。人気ですね。もう今年は秋まで出てこないと思う。ああ、なるほど。これメノーランチューですね。メノーランチュー、これ今下でプリプリ泳いでるのはオスです。で、これもオスなんですけど、オス同士でもこの子だけ追われるんですあの金魚あるあるで、あの性転換するんじゃないか。はいはい、そうですね。これ意外と性転換知らない方もいらっしゃるかもしれないですけど、そうです ね、金魚オスメス変わりますか。変わりますよね。はいはい、急に変わります。結構知らない人いるんじゃないかなと思いますけどね。メスだけ集めてても中にいきなりオスが現れる可能性ありますからね。こっち囲われてのメスですね。洋服さんもジャンボアズマですね。はい、ジャンボアズマ。ビンビンがすごいですよね。確かに。本当ですね。すごい。相当でかくなんだろうなみたいな。もう太いですね。骨格がやっぱりこう見てて太いですよね。結構何パターンかありますね。赤が濃いやつもあれば。そうですね。はい。私はちょっと墨付きなところがある。そうですね、墨付きなところがある、ね、はい、そうそう、おっしゃる通りです。墨っぽい両方に墨、ちょっと墨っぽいのくださいみたいな送ってください。これはですね、インドネシア産のショートテールデメキ、この子はメスですね。いい、かっこいい、はい、柄がいいじゃないですか。墨強めっていうのはやっぱり、これはそこそこでかいです。14センチぐらいですかね。こちらオスです。インドネシア産のオスカラー。あー、かっこいいですね。かっこいいですね。かっこいいですね。で、長尾はレッサーパンダのチャイナですね。インドネシア産とチャイナとの混合です。はい、これは長尾ですね。これは長尾ですね。すごい迫力ですね。赤も濃いですね。すごいな。これは浜錦ですね。浜錦、いいですね。これもいい浜錦が欲しいと思ったら、あんまり、ね、なかなか出会いがないですからね。頭がしっかり出てきてますね。かっこいい。いいですね。くれと、餌をくれと。はい、これが社長リプロ長ですね。そうですね。チャリプロ長。チャリプロ長。
レンズ欲しい。サラサラ。トヨタさん。トヨタ。綺麗な。サラサラ系ですね。肉厚な。そうですね。ですね。なんかね。皮がお腹の下までこう回ってる感じが。はい、で赤の質が頭とほぼ一緒じゃないですか。はい、これがやっぱりいいサラサラ系のポイントなのかなって私なりには思いますけど。レミ質が高いですね。これで開け2です、ね。開け2、開け2でこのサイズだったらものすごいでかくなりそうですね。シコポーラムですね。あ、フォルムがかっこいいですね。いいですね。はい。特に私が好きな感じのフォルムですね。伊藤貨物さん扱いにしてる。趣味的の私としては珍しくアサギっていうテーマが、アサギが濃いんですよね。でも大きくなるとやっぱり炭がね、そうですね、ドカッときますもんね。はい、非常に楽しみな個体たち。ヤクミヤスの代表みたいな。そうですね、アズマですよね。環境アズマともちょっとまた違うし。あ、もう違いますね。これはなんかヤトミならではのような。そうですね、本当に全く別物としてこう見てますね。猫頭ですね。猫頭、確かに国産のランチューとかとはまた全然違う。違います。クイーンですね。はい、国産ブリードの子なんで、うん、あ、そうなんですね。はい、でこの爪先ぐらいのサイズから育成させてるので、はいはいはい、安心してお迎えしていただけると。はい、猫頭っていうのはこの横に顔がニャーと、にゃーってなりますね。なるほど。にゃーってなってきますから、皆さんぜひ、ね、これからですね。これからですね。あ、なるほど。ここに書いてますもんね。そうですね。まだ子供だからってことで。そうです、そうです。ここからやってもらえると、はいはいはい、楽しいんじゃないかな。なるほど。協会系ランチです。うん。内向家さんですけど。横身で。そうですね、横身で協会系ランチを飼育しましょう。はいはい。かわいいんですね。はい。開けにですね。そうですね。はい。平賀養魚場さんですよね。平賀さん。これはどのぐらいでしょう。開け2歳とかなんですかね。そうですね。開け2ですね。開け2歳。この水泡のところも結構均一な感じなんで、ここから大きくなっていく感じもあるんですね。そうですね。だけの外虫体系です。うん。そうですね。このキャリコピンポンパー。キャリコピンポンパー。はい。あと、一応ロングテールですね。ロングテール、あ、確かに。そうです。確かに。じゃ、これオスメスベースなんで。そうなんですね。はい。東海認識ですね。これはまた品がある感じですね。そうなんですよね。東海が、もう、1年くらいこの3匹はいるんですけど。あ、そうですか。私が混泳させすぎてて埋もれていたんで。あ、すごいかっこいいのに、ね、上目に見るといや、めちゃめちゃかっこいいじゃないですか。いや、いいと思いますよ。ですよね。めっちゃかっこいい。僕は隠してたわけじゃないんですけど混泳させてたのが分かんなかった。なんか優雅な感じしますね。尾の形が成長するとともに良くなってきてるんでね。これ磁金なんですけど。磁金、日本の。これが中国なんです。あ、中国なんですか。珍しくないですね。あ、そうなんですね。はい、中国産の磁金で入荷して今3日目、ね、4日目ぐらいなんで。あ、はい、今薬浴中ですね。そうですね。ここで独自のトリートメントを行ってますんで。あ、そうですね。はい、ちょっと色彩も独特ですね。上が白くて下が赤いという感じなんですね。デメランチュ。デメランチュ。へえ。
これも一応今のところペアです。あ、なるほどですね。これはどこ産ですか？これも中国。中国産、はい。でここの水槽の水ちょっと茶色っぽいやつ。あ、そうですね、はい。これの当店の新商品ドボドボっていうのを入れたり。ドボドボ、ドボドボ商品ですね、はい。若干オレンジの方の出目ランチを見てもらうと、はい、背中のところ若干中身あると思うんですよね。うん、ありますね、はい、ここ。そうです、こういうのがある時にはドボドボ、はい、入れると、こういう赤身がちょっと効いてあると。ああ、そういうことですね。調子が良くなる。液体の、なんだろう、そういうトリートメントの時に使うものなんですね。そうですね。はい、インドネシア産ですね。インドネシア産の鶏からウランダー。これもかっこいいな。扱ってみて思うのが、うん、今回の輸入されたこの鶏からたちはヌルが熱いなっていう。ヌルが熱い、はい、はい、ヌルヌル金魚の周りしてるじゃないですか、はい、ヌルが熱いと強いんですよね、うん、扱いやすいですね、うん、表現がやっぱりなかなか国産にはない素材でいいですよね。加工はあのメスです。あ、そういう意味で分けてるんですね、はい、もう追われちゃって大変だった。あ、なるほど。もういいですよね。いいですね。赤黒みたいな、ね、はっきりしますね、はい。ゴミシキと桜ミシキと、うん、面白いなと自分でも思ってるんですけど、はい、一番大きいのはヤトミのこれかな、江戸ですね、はい、この子がヤトミの加藤さんの江戸ミシキ、あと養魚場さんの江戸ミシキ、はい、あとのは全部チャイナ。あ、そうなんですか。本営を乗せて、あ、一緒に混ぜれるように、もう混ぜていい加減だと大丈夫です。あ、でもこれとか確かに雰囲気全然違いますね。違いますよね、うん、全然違う。この形から出ます、うん、こっちの方がちょっとタイニーテールみたいな感じに見えますね。この中から選んでいただければ、うん、全然混ぜれます、うん、こちらは伊藤田野さんの、はい、サラサオラ、ヤトミですね。ヤトミです、はい、愛知県ヤトミ市。割とでかいです、ね、そうですね、確かに5あるかな。確かに1匹だけご予約いただいて、でも今映っていったのがこれですかね。そうです、これが予約いただいていて、あ、なるほどね。あとこちらまで選べますね、はい、伊藤田野養魚場さんっていうとオランダ有名ですもんね。有名ですね。これはあれですね、ビョーク版のギガデメキン、はい、F1 個体ってやつです。ギガデメキン、とにかくでかいデメキンのあっていうテーマで作られた。そういうギガですか。 F1 ですね。へえ。これ多分秋ドレでこのサイズなんで相当でかくなるんじゃないかなっていう期待が、うんうん、生産者さんはどこまででかくなるか保証できませんっておっしゃってたんですけど、いや十分でかいですこれ開け2、開け2です。開け2ですね。またデメキンの新しい形だな。うん、そうですね。今の段階で12センチは12、3センチかなっていう感じだと思うんですよね、うん、これは楽しみだな。うん、確かに。秘密の小部屋なんです。ありがとうございます。入れていただいて。ここを、はい、この花房を販売してるんですね。あ、これ売ってるんですね、はいはい、このランチュウは自家産の黒ランチュウです、はいはい、で赤いのはこれ横須賀ランチュウなんですね。あ、これ基本的に売ってるってことはないランチュウですもんね。横須賀ランチュウってね、ないですよね、はいはい、この花房は国産の、これが中国、あ、中国と横須賀ランチュウを混ぜてるってことですね。そうです。これは混ぜるな危険がどこまで混ぜれるのかっていう実験をしてる。あ、
て、この混ぜるが危険っていうのは、うん、環境によってはこうやって混ぜて、うん、元気に泳ぐことも可能だよっていうことが、ここの水槽では実証できてるかなと思います。実証実験何か使ってらっしゃるとかってあるんでしょうか。はい、ここに入れてるのは、はい、当店のドボドボっていう商品、先ほど液体の、はい、先ほどおっしゃったドボドボですね。あと金魚の外用、金魚の、はい、それを使って、まあどうかなっていうのでやったんですけど、この形はうまくできました。そうですね、必ずうまくいくかどうかはちょっとやってみないと分かんないですね、うん、生き物ですから、うん、弱いと言われている金魚と、はい、中国の強いと言われている金魚、はい、それを混ぜた、うん、混ぜれることができたっていうのがちょっと私の中では嬉しいんですね。あ、そうすると飼育する幅が広がっていくとより金魚楽しいのかなと思います。うん、はい、ただ混ぜるな危険は間違いなく混ぜるな危険なので、はいはい、いろいろなところで買ったのを一つの水槽に入れて、うん、いきなりエギアーってスタートすると、うん、大変なことになるので、そうですね、各産地ごとで、養生してしっかり半年以上経ってから混ぜるとか、うん、そういうのだったらいいのかなと思います。ミツ、うん、さん、錦鯉もやってるんですもんね。そうなんですよ。錦鯉結構いっぱいいます。錦鯉専用の販売サイトを作ったので、はい、そちらからお値段とは見られる。大日のこちらがギンギンコーハーっていう、はい、今言っちゃいましたね。はい、言っちゃいました。で、あと昭和はゴンジロウさん、千葉のゴンジロウさん、この辺ですかね。これとかね、はいですね、はい、これすごいかっこよくないですか。この積み木になっている。確かこれもゴンジロウさんです。小さいのもいますんでね、はい、あ、この子が綺麗ですね。綺麗ですね。ゴンジロウさんの子が、うん、で、一番は、はい、好みとか別として、はい、値段で一番付けお高いやつで、この子が一つ取れてる。この子これは、そうですね、大日養魚場さんの、はい、これがうちで一番高価なんです、高価ですね。これは販売サイトにも載せてまして、あ、載せてません、載せてません。あ、まあ、これはもうアスク、そうですね。あとは特別な、これもアスク系のが、アスク系。これは品評会で去年千葉大会で賞を取ってますね。これ私のような素人は食いつきがちな柄ですね。これいい、分かりやすいですよ。分かりやすい、分かりやすい、分かりやすい。これは鯉の新しい飼い方の提案ですか。あのチワワ鯉にして飼おうと。なるほど。餌をそこまで与えず、うん、締め飼いでやっていくと。金魚がちっちゃいあ、大きいですからね。金魚の方が大きいですね。はい、今あれですか、キーチさんは錦鯉と金魚だともう両方同じぐらい。そうです、両方同じぐらい力を入れて、もう金魚と錦鯉のお店みたいな。そうですね。あ、こんだけ豊富に在庫が見れるっていうのもなかなか、うん、ないのかもしれないですし。はい。何百匹もいるわけじゃないですけど、はい、割と御三家中心にご用意してますので、うん、いろいろ選ぶ楽しみがあるかと思います。はい。錦鯉は販売サイトでも選べるし、金魚は、まあ、売店か、あとはインスタグラムの。あ、そういうことですね。はい。そこですか、インスタグラムで、まあ、ライブとかもそうです、ね、いらっしゃいますし、はい、DM で連絡していただければ、はい、発送も。発送いたします。はい、ということで神奈川県横須賀市の金魚屋喜一さんをご紹介させていただきました。お店のですね、金魚を拝見しますと結構輸入金魚が充実してる感じがしますので、まあ、輸入金魚興味あるんだけれどもちょっと混泳が心配だななんていう方はですね、ご主人にご相談してみてもいいんじゃないかなというふうに思っております。あとはご本人が言ってた通り墨付きっていうところもあると思いますので、墨狙いの方もぜひ行ってみてはいかがでしょうか。今回はそんな感じで、ではでは。